ドバッシーとドバッシーのお兄さん、イサオコーチは2人で、2人とも兄弟で J リーガーになってるよね。みんな知ってるよね。知らない人もいたかな兄弟で J リーガー、知らない人いますかね兄弟で J リーガーになるって夢のような話だ、みんな。めっちゃ最高やん。 だたらまあどんな子ども時代を過ごしたかっていうお話を聞きたいなと思ってみんなにも質問も準備してきてもらってると思うけどえっとそうだなそのまず前にその本題の前にドバッシーと伊沢コーチからこのコロナ期間、うん、あのサッカーの、ね、練習がみんなで集まってできなくなっちゃったコロナ期間にこうどういった意識というかどういった 気持ち、考え方で。望んだらいいかっていうの、ちょっと参考にお話を聞いてからスタートしたいなと。<laughs> 思います。すっごい難しいテーマを与えるね。いや、事前。お願いします。えいや、あ、先にいい、俺、じゃ、俺から。あの、話。うん、コロナで、すごい、多分、難しい、あの、テーマだと思うんだけど。まず。 あのコロナで練習がみんなでね集まってできない状況の中で何をしたらいいのかって多分考えると思うんだよね。この考えるところがすごく大事かなと思っていてでこの間、えっと、長野の道をねたまたま車で走ってたらあの野沢な FC の子が多分ランニングをしてたんだよね一人で。で多分 そのランニングしてるトレーニングをしてるのも多分自分で考えて上手くなるためにランニングしよう走りをしようって言ってその考えて行動に移すっていうことがすごくあの素晴らしい行動だなと思ってだから今限られている中で多分考えて何のトレーニングをやったら自分が上手くなれるかとかなんかそこを考えて行動に移すっていうことが すごく大事かなと思うんで今こういう機会なのであの例えばそれがドリブル練習なのかそれぞれの環境があると思うんで考えて自分がどうやったら上手になれるのかっていうのを行動に移すことができれば成長はできる時間になるんじゃないかなと思ってます。ななななるほどかかかったみん <laughs> ミュートだからリアクションがないで <laughs> <laughs> あの、はい、大切にしてくださいね。うん、分かんなかったら後で質問してね。詳しくどんなこと、うん、って。じゃあ、伊佐コーチ目線でもお願いします。俺 <laughs> <laughs> みんな聞きたい聞きたい,きたいね。そうだね。まあ、あの、今、弟とね、あの、ひろゆきさんが。 ドバッシーが話をしてくれたのとまあ似てるようなところはあるんだけども、あのー、まず自分でできできないことを探すんじゃなくて、まずはできること、それを探すっていうこと、うん、まあできない言い訳をこうすぐね、あれがであの、まあれでのまコロナが。 コロナでできないとか時間がないだとか寒いだとか、まあ、そういう言い訳をこう見つけるんじゃなくて、うん、まあ自分があのできるその理由というかそういうものを自分で見つけながら、うん、まあそれぞれのお、ねえー、家の環境だとかいろいろあると思うので、えー、さっき言ってたようにランニングをしてみるだとか。 うん、あじゃあ自分はちょっとテクニックがないから家の中でもしボールが触れるスペースがあったりとか小さなボールがあるんであればは裸足でいつもボールに触ってるっていうことをやってみたりとか、まあ、そうやって工夫をしながらあの自分でできることを探していくっていうことがすごく重要かなっていうふうに思います。で考える時間がねあの本当にたくさんあると思うから。 この機会に、えー、みんなよくゲ iPad であったり携帯であったり、ね、その携帯が、ね、ゲームそういう,こう iPad だとか携帯をこうどういうふうに使うかっていうのも、ね、すごく重要なポイントだと思います。遊びたいからゲームしてしまうのかそれとももっと何十倍にも自分に返ってくる。 ね、例えば自分はこういうプレイヤーになりたいじゃあその YouTube を見てみるだとかあこういうプレイを真似したいなとか、ねえー、そういう機会に対しても使い方一つでプラスにもなるしマイナスにもなるし是非ねあのこの時間であの携帯の使い方っていうことも考えながら、ね、いいようにいい,いい方向に活用するとよりねこのコロナっていう時間を優位に過ごせるかなって。 いいうふうふに思います同橋兄弟も意外とこうまあその当時はまだねコンピューターとかなかったけどうまい先輩たちがいたから結構そういううまい人の真似をしてすごく練習したっていう思い出があるのでねみんなは情報社会でいろんなものが見れるんでぜひそういうこんなプレイをしてみたいとかこういうプレイヤーになりたいとかそういったものをこう見たい、えー、学んで真似していくっていうこともいいのかなっていうふうに思います。 はいいありがとうございますちなみにね、いいいかつ、はい、ちなみに中学校の時の話、まあ、みんなにはちょっと早いかもしれないけど、あの土橋兄弟、2人とも甲府東中学校っていうところだったんだけど、甲府東中学校っていうところであのー、兄弟でキャプテンやってたんだけど、兄貴がきょ、あのー、キャプテンの時兄貴が練習メニューを作って、トレーニングしてたんだよね、全員が。でそれも多分考える力だよね。考ええる場所を与えてもらったし 考える力がなかったら多分あのメニューとか作れなかったんで俺が中学校3年生になった時に俺が練習メニューを作ってみんなに練習をやらせてみんなでで甲府市が中学校って山梨県でも強かった常にだからそういう考える力っていうのはああいう中学校でも、えー、環境面を作ってもらって考えるっていうところを育ててもらったしでその時までに多分 今のうちからみんな考えるっていうことをやっておけば、例えば中学校に行ったときに自主練をやるとかね、今でもそうだけど、考える力っていうのはすごく必要になるかなと思います。なるほどですはい自分たちで練習してたんですね。すごいな。自分たちで、もうキャプテンがメニューを作って、なんか選手全員やらしてたみたいな。うん、それでもね、プロになっちゃうって、これちょっと感想を聞いてみたいです。 いきなり感想かよ。いよはい、よ早いな今。今のドバッシーと伊サコーチの話聞いて、今感じてることながらある <laughs> んえっと、今の話を聞いて、うんはい、えっと、一応、あのー、どうなったら、あのーまあ、キャプテンなので、あのー 他のチームメイトもうまくなっていくかっていうのを考えながら作っていくのも時間が必要になってくるのでうん、どれくらい最初は練習メニューを作る時間が多かったのかを聞きたいですなるほど練習メニュー 練習メニューえどどうどうだった兄貴 <laughs> 練習メニューっていうか、ほら今みたいに情報がなかったから、今まで教わってきたこととかぐらいかな、<ー>正直言うと、うん、今みたいにほらあの、ね、インターネットがあったりとか、たくさん雑誌があってとか、指導のこういう種類がありますよっていうような本もそんなに多くはなかったから。 ただ、あの、少しはそういう本があったりしたんで、そういうものをこう自分で買ったりだとか、あの、先生に聞きに行ったりとか、その時の顧問のね、あの先生に聞きに行ったりとか、今まで先生が来た時に教えてくれたことをやったりだとか、っていうのを自分たちなりに練習をして、ただ、あの、練習メニューっていうよりかは、 まあ、多分俺、俺もそうだし、ドバッシーもそうだけど、練習の雰囲気はすごく大事にしてたから、うんまあ、考える時間ももちろん大事だし、メニューも大事なんだけど、それ以上に、まだ中学生だったから、そこまでそんなに練習の意図っていうものを考えてやってたわけじゃなくて、みんなで一緒に、あの一生懸命目の前のことをやろうっていう、そういう雰囲気を作ろうっていうことは、キャプテンとしてみんなに声かけたり、お集中しようぜとか。 正確にプレイしようよとかね、そういうポジティブな声かけをよくしてたっていうのは、あのー、思い出かな。あのー、ありがとうございます。これは、いいえっとね、はい、みんなサッカーノートとかつけてるかなつけてるサッカーノートとかをあの見たりとかしてたかなで、例えば今だったら、勝山コーチがやっている練習メニューをもし毎日書いてたとしたら、それが1か月だったら、 もうそれだけで君たちには1か月分の練習メニューの引き出しがあるよねだからその引き出しを引いてあっえっ、ー、と12月24日にやった練習今日ちょっとやってみようかなとか自分にはドリブル足りないからその時のための多分サッカーノートで勝山コーチに言われたこととか例えば伊沢コーチに言われたこととかをそうやってサッカーノートに書いておくとそれを振り返ってあ ここういういとこを意識して自主練で自分でトレーニングした方がいいなとかっていうサッカーノートっていうのはすごくこう必要なものになるかなっていうのとあと中学校の時は試合その前の試合で出た課題をそのままやってたかな次の練習なんかみんな走れなかったなって言ったらあの嫌だったけどあの走るトレーニングをしたしボールが蹴れないなっていうふうに単純に思ったらキックの練習ばっかりしてたし。 感じたことをそのままこう考えて行動に移すっていうぐらいしかできなかったかなさっきのイサオコちゃんだったけどうんうん、うん。なるほど。OK だよ。はい。<laughs> ありがとうございます。いらっしゃいました。うん、もう一人ぐらいコロナ期間の過ごし方聞いた感想を。えっと、かけるどうかける。かけるどう,るるどう今の自分と比べて。 えっと今、自分も練習メニュー考えてやってるんですけど、うん、今の話聞いて、えっと、すごい参考になりました。<laughs> なるほど。<laughs> 本当 <laughs> どこがえあの機械の使い方とか。ああ。有効に使うことはすごく大事だよね。せっかく時間があるしね。うん、この時間を大事に使う,どう、どう有効に使うかってね。 機会をどういうふうに有効に使うかっていうのはこのじあの,このコロナでい,いろいろ考えてやっていくってことはすごく重要かな。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、えっと、あの、ドバー氏兄弟はプロに2人でなってるし、うん、で、イコーチ今中国でプロクラブでコーチして、で、そのプロクラブからも 中国のプロ選手とか、多分中国代表も出てましたぶん、ね、まあそうだね、あのフル代表じゃないけど、あのカテゴリーの代表で、今、昨年まで俺が教えてたカテゴリーでは、中国代表候補に今、8に選ばれてて <laughs>、うんで、その1個上のカテゴリーも関わってた子たちが、えー、と去年、4人代表候補入って。 で一番最初に中国に行った時に教えてた子たちが今、えー、と21歳の今年になったんだけど、えー、とプロに何,何人か上がってそうですよね、うん、なので野沢の、まあ、ノザーナ FC だからさプロ,プロになりたい子たちがたくさんいると思うし俺もプロになってほしいし夢を叶えてほしいから今日はこう夢を叶えた人たちとか 身近で夢を叶えてる人が多い、えー、そういう人たちに関わってる伊佐岡地とドバッシーだからなんかたくさん質問してこう自分がさ夢を叶えるこういいなんていうんだろういい勉強になるというかいい刺激になってくれたらなと思うんでいろいろ聞きたいこととかどんなことでもいいと思うからあの、まあ、思い切って聞いてみてください。では えっと質問ある人 <laughs> 質問ある人 <laughs> はいじゃあ健太おすごいおケンタやりたいんですけど健太も,もう一回言ってパス回しとかやりたいんですけどあの今チームでっで,、えっと、できないからそういう時にはどうしたらい,いですか <laughs> なるほど パスマーショーをやりたいけど今チーム練習ができないから何をしたらいいかって感じかな。どうですか伊佐宏ちまあそれはもう影分身の術を使うしかないんじゃない。出た必殺技だ。使える？うん、ン使える？じゃあだめだ。もうちょっとチャクラをねたくさん増やした方がいいかもしれないな。 はい <laughs> てはいて <laughs> <マジ S 1> 真面目か <laughs> まあでもあのパス回しとかねそういう練習をしたいって言ってたけどでもまあチーム練習が今できない状況じゃあ何ができるっていうことをねあの自分でまず考えるっていうことが大事でさっき土橋もね話をしてたけど例えば土橋兄弟だったらあの 自分たちが小学生の頃って朝練習だったの、早朝練習。で、6時からだいたい7時半ぐらいまでかな、1時間、1時間半約練習をしてて、で、えー、小学校行って練習をして、帰ってきて朝ごはん食べて学校に行くっていう、まあそういう流れだったんだけど、練習ってね、もうその時間でしかできなかったのね。で じゃあきっちり6時からやってたかっていうとそうでもなくてみんなそれぞれなんか、まあ、みんなが集まるのは大体6時半ぐらいにはみんなが揃ってちょっと基本練習をして最後ゲームをして終わるっていう今みたいにあの練習1があって2があって最後ゲームをしてとかっていうこんなテーマでっていうのはね全然なかったのねであのそれ以外のところであのドバチ兄弟は結構学校から帰ってきたらそのままスパイク履いて 自転車乗ってグランドに行って、まあひたすらボールを蹴ってたっていうことしかなくて、ただみんなの周りでほら、なかなか今公園とかグランドもね、うまく使えない、自由に使えないっていうところもあるかもしれないんだけども、まあ、庭があるお家だったらね、庭で壁、壁で当てて練習してみたり、あのそういう工夫をしていくっていうことがすごく重要かな。それぞれ多分環境が違うから、ドバシ兄弟はもうとにかく練習終わって、 スパイク履いてカゴにボール乗せて入れてそのまますぐグラウンド行ってあのー、6時過ぎぐらいまでボール蹴ってて帰ったら親に怒られてみたいな <laughs> いつ帰ってくんのみたいな遅いわよぐらいな感じででもじゃあ2人で何やってたかっていうと、まあ、友達がね一人二人来るぐらいで別になんかボール回しっていう練習じゃなくて。 ひたすらボールを、なんか楽しいことを自分たちで考えてやってたっていう。うん、バ,バーにボールを当ててみたりとか、うん、1>, 1対1をひたすらやるとか、2対1やったりとか、なんかとにかく遊びの中から自分がこういうことをやったら俺たち楽しい、どんなことできるみたいなことをちっちゃい頃はよくやってたなっていう印象かな。思い出としたら。うん、だよね。うん。ケンタは、 逆に質問していい、うん、じゃあチームの練習が始ま始まります今度ねコロナが落ち着いたらパス回しの練習が始まりますパスマーシの練習が始まったらパス回しに必要なことって何だと思うまあまずはトラップと、うん、あっ、うん、見ることとポジションだ 素晴らしい。そしたら、じゃあ、トラップする練習を、ちょっとアイデアを出して、考えてみて、今家でできることをやったら、パス回しに、今度チームの練習をスタートしたら、つながるよね、うん。そこのアイデアと考える力っていうところは、そういうところかな。はい。うん。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、次。イッサ。はい。出た。 いっさ、そのヘッドホン、ゲームで使ってるやつじゃない。ああそれしかないんだもん。<laughs> <laughs> <laughs> DJ でしょ、本当は。DJ? 違う。違う。違う <laughs> いいよ、いいよ、いどうぞ。<laughs> え、なんか、なんか、いつもゴール手前くらいまで行くんだけど、どうしてもパスがもらえないから、 どうすれば、なんか、パスがすぐもらえるか。あ、あと、なんか、だから、これから、どんな練習をしていけばいいか。なるほど。技術的なところですね。これからいいですかいっさ、っなんでパスがもらえないの と思ううんなんかもらっても外しちゃうと思われるからもらっても外しちゃうと思われるからパスが来ない、うん、なんだろうななんかいっぱい要素技術的な部分ってすごくいっぱい要素があると思うんだけど一さが えとパスをもらえる状態例えば一サパスがもらいたいんだよねもらえる状態パスを出す人があっ一茶フリーだパス出したいなって思える状態に一サがいるかどうかそれがパスを出す人あのドバッシは割とパスを出すのが好きだったんだけど兄弟2人ともだからフォワードの人例えば一サがフォワードだったら一サがいい準備ができているかな イッサがボールを見ていないのに多分イッサにはパス出さないだよねでそのいい準備ができているかなっていうところでパスを出せるか出せないかっていうのは決まってくるしなんかそういう準備のところっていうのは一つ技術的な部分で大事かなあと細かいところは飛ばしあのイサオコーチに聞いてみてくださいじゃあイッサいい準備って何ですかいい準備うん。すぐもらってパスもシュートもできるうん、うん 具体的に具体的に。的にうん。相手のいない。そうだな。にいるおお、そういうことだな。まずは相手がいないってことが大事だね。相手が近くにいたらパスしにくいもんね。パス出す人は。ってことは、まずは相手から離れるっていうことが大前提。じゃあ、攻撃の優先順位は 点を取るために優先順位まずどこ狙うゴールうん、ゴール。でも今ボールがない、あじゃあゴールに向かうってことは今ボールがない状況だからちゃんと準備をする状態。前、後ろ、右、左。うんどこだどこだ点を取るために <前>優先順位、そうだな、前だな。で、でじゃあ、いい準備っていうのは、例えば今、石さんが言ったみたいに、いいポジション、相手がいないところ、でまずは相手の背後、前を狙うっていうことで、そういうことをまず知識として理解をする。で、理解をしすると、今度は行動できるようになっていきます。で、さっき、功コーチが言ったみたいに、じゃあ、 色々今インターネットとかでも調べたりできるようなそういうのを自分で調べるとか考えるっていうことをしていくとそれが自分の中で記憶として大切に残っていくので簡単になんか答えをこう与えられたものってすぐ忘れちゃうから、うん、自分で調べて例えばね大久保選手引退しちゃったけど多分いろんなポイントを 話してる YouTube であったりネット基地があると思うのね。そういうものをまず自分で調べる。調べる作業によって、またいろいろ苦労をしていくから、覚えていく。そうすると、知識としてできたことが、今度は行動として、プレー、練習の中で意識していくと、試合の中でもたくさんできるようになる。 いっさんはいはいなので今簡単に功コーチはいくつか言ったけど他のもあの部分でも大切なところたくさんあるから椅子さんも自分で調べてみて椅子さん聞いてみてどうドバッシーと功コーチのなんか全然自分がポジションにつけてないから今度からつきたい おぉ。絶対良くなるよじ、うん。じゃあさ、もう一つね、相手がいないところへ動くためにはどうしたらいいの何が必要フェイントとかフェイントじゃフェイントする前にもっと大事なことないわかる人わかる蓮聞いてるヒロト、聞いてる <laughs> ヒロト聞いてる、ヒロト手挙げてたな、今な。 誰,誰,誰ヒロトとケンタとか手挙げてたよ。レン,レ,ンレン言ったらあれ。レン寝てるだろう。あ、起きてます。起きてるよかったよかった。反応してくれて。ちゃんと起きます。<laughs> 起きてるかよかったよ。どうレン。えっと、認知だと思います。ピンポーン。大正解。認知の原則が大事だな。 で今みたいな原則っていうことをしっかりと頭の中で理解して練習していくとそれが積み上がっていくとゲームの中でももう習慣で見る癖がついてプレイの中でいつもフリーなところへ行こうフリーなところへ行こうっていうふうにつながっていきます o k いっさどうも、はい、?OK かなはいはいはい。 次の人はい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 じゃあしん郎 <laughs> えっとみんなが、はい、なんか試合以外の時にみんなが言うことを聞かずになんか好き勝手やっている時なんかチームをまとめるためにはなんかどういう声掛けとかをしたらいいですか <laughs> 素晴らしいな <laughs> 素晴らしいね素晴らしいね そのキャプテンシー、まずその意識がね、俺はね、素晴らしいと思った。うん、もうそれだけでもう大丈夫だよ、キャプテンとして、<laughs> リーダーシップとね、素晴らしい。もう勝山コーチいなくてもいいんじゃないうん <laughs> さすが、うん。どうでしょうおう、伊沢コーチ。 ななんか聞みんながバラバラになってる時どう声かけをしたらっ、ね、<laughs> 知ってるよ知ってるよどういう声かけかでもさそもそも、まあ、まず一つ大事なのはあのー、まあこれみんなにへのメッセージだけど野沢菜に来て何をしに来てるかっていう目的だよねまずそこが一人一人の意識がすごく大事。 でまあ、その野沢に来てる時間っていうのは、1日のじゃあ24時間のうちの、まあ、何時間、1週間のうちの何時間、その中で自分が何を学ぼうとしてるのかっていう意識があるかないか、意識のある選手っていうのは、やっぱり周りの状況を見て、サッカー以外でも、そのピッチの中以外でも周りの状況を見て、あ今はチームとみんなと協力をしなきゃいけない時間なのかな、それとも今はしっかりと休息、 次の試合に向けてのしっかりと準備をしなきゃ、休まなきゃいけない時間なのかな。今は食事をしなきゃいけない時間なのかな。やっぱりそういうのをピッチ、オフザピッチのところで、やっぱり周りの状況を見て考えて判断して行動していくっていう選手になっていくっていうことが一つ重要なこと。まずそうしていかないと、あのピッチの中でもいい判断っていうのは出てこない。で、じゃあキャプテンっていうのは、そうは言ってもそういう中で、 ねちょっとふざけてしまったりとか、まとまらなかったりとかって、ね、えー、そういう選手っていうのはやっぱりなかなかいるし、それはもうどの年代になっても、すごく必要なことであって、うん、で、今、食事する時間だから、しっかりやろうよって、まずはそういう声がけをして、まあ理解はしてくれなかったら、もうそこで勝山コーチに、もう作っちゃえ。勝山コーチ、<laughs> もうあいつだっすよ <laughs> それは冗談だけど、まずは自分でねあのどれぐらいあのそういう子たちに対して声かけをしているかというのはちょっと俺は分からないんだけど次の試合の準備があるからしっかりいい準備しようよとかただやれよとかねあの口調、おいやれよっていうのとおいちゃんとやろうよ次の試合は始まるよとか。 重要でしょうとか、ね、そういうふうな言い方によっても、ね、受け取る側はやっぱりだいぶ変わってくると思うんで。ね、そこの声掛けがまた一つ、こう大事なポイントかなっていうふうにはいさおこっちは思ってます。ロバーシーも一緒です。あのー、チーム全員ね、うん、ここにいるメンバーみんなそうなんだけど、もうしくんがさっき言ったように、その。今の。 小学校5年生でその感覚を持てるっていうところが素晴らしいなあの多分おそらくだけで伊沢コーチも戸橋も自由奔放に言いたいこと言って多分小学校5年生ぐらいはサッカーやってたんでだからそこにアンテナがあるっていうのはすごいなっていうでみんなにあの分かってほしいのはやっぱり感謝の気持ちあのこれってサッカーずっと続けていくとどこかであの気づくと思うんだけどみんなは仲間がいてって当たり前に思ってるかもしれないよねサッカーってでも 今8人制とかでやってたりとか大人になったら11人制でやって仲間がいないとできないレフリーがいないとできないとか,かそうすると要はその感謝の気持ちを持ってどれだけプレーができるかでみんなで同じ目標に向かってこの試合を勝つために全員で努力をできるか1人が自由勝手にこうやってたらゴールも生まれないしその時に何か乱すような人がいたらその時に出てくるのが多分キャプテンとかリーダーと言われる人だよね。 そういうリーダーがチームのために、チームが勝つために、どういう声掛けをした方がいいんだろうとか。チームが良くなるために、どういう行動を取った方がいいんだろうって考えて。一人一人に接してあげると、またキャプテンとして、とかチームがまた変わるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。シ新聞聞いてみて、どう。ええー、まあ、ちょっと、ええー、言い方を強く言っちゃうところがあるので。 まあそういういいいとところも気をつけたいと思いました。思まし素晴らしい。<laughs> 素晴らしい。いいね、しゅだからね、いろいろね、試してみるといいよ。あこういう言い方したら、相手が、ね、ちょっとなんだよっていうふうになっちゃったとか、失敗はすごくあのいいことだからあ、じゃあ違う言い方をしたら、もっと俺の方向いてくれるかなとか、いうことを聞いてくれるかなとか。ね。だから、いろいろこう、自分の中で手探りで、 いろんな言い方を変えてみて、で、失敗もその中で成功もあったりするから、そういう中で学んでいくっていうことも、あの、すごく重要なこと。でも、一人一人がさ、今のさ、あのー、しんくんみたいにリーダーシップ取ってできるようになったら、やっぱチームってすっげえ強くなるよね。うん。だから、本当は野沢アナはそういうチームを目指してくれたら嬉しいなって、俺なんかはすごく思うけど。 そその通りです、うん、そうだねみんなそうキャプテン任せじゃなくてね。ねみんながキャプテンのつもりでやったら。これ、例えば6年生とかさ、この今度は中学校行ってさ、野沢菜出身の子たちがね、中学校バラバラ立って,みん,ってみんな行ってみんながキャプテンやってるとかさ、それぞれのチームでね。最高ですね, <laughs> ね <laughs> めっちゃ嬉しい。ね、<laughs> めっちゃ嬉しいそれ。最高だな。じゃあ、皆さんそうなっていってくださいね。 <laughs> <laughs> そのための今日ですからね。<laughs> ということでじゃあ次の質問ある人、カズマ。えっと、なんか自分はあのボール持った時に、えっと、判断が遅いと思うんですけど、えっと、どうすれば、えっと、判断が早くなりますか判断。なんでカズマは判断が遅いと思うの 周りが見えてないから。周りが見えてないから。どういう時にあに判断が遅いなって思ったりするえっと、あの中盤で、えっと、ボールボール受けたりして、あのー、ちょっとなんかあの逆とか空いてるのに、なんか近い方戻しちゃったりする時なるほどね。 どう功ると俺に投げるよなお前大な大変そうだろ<え>じゃあ俺別に俺から喋ってもいいけどとまあいいけどさ <laughs> あのー、ドバシあのね功コーチもドバシもどっちかっていうと足の速い選手じゃなかったからん<ー>うんで じゃあ、どこで勝負するかって言ったらやっぱりテクニックともう一つは判断のところだったんだけどあの伊沢コーチは、ね、すごくスピードがないスピードがないって言われてスピードがあったら今にでもあのユース代表って言って、まあ、その世代別の、ね、代表候補に入れる入れるってずっといろんな人に言われてたんだけどでも自分じゃあねもうスピードなんて、ね、そんな体的なもんだからなかなかすぐに速くなるわけでもないって。 じゃあ、どこで勝負したらいいかなって考えて、そしたら、まあ、テクニック、まあ、技術の部分と、それと判断のところ。じゃあ、その、見るっていうこともそうだけど、じゃあ、何を見るかっていうことも大事だし、見るスピードも大事だし、見るの、見るスピードっていうのは、いくらでも上げられるもんね。で、見ておくっていうことも大事だし、で、その次に、今度は、あの、決断する。判断するっていうことは、今度は決断するっていうことだから。 その決断するっていうことを早くするっていうことも大事だしそういうものを今度は習慣化させていくっていうことその積み重ねがやっぱり今度は判断を早くしていくじゃあ見ることだけがこうやって見ることだけが早くできててもその後のテクニックがなかったら早くプレイできないわけだよね早い判断につながらないわかる 要はコントロールが悪かったらそれだけ時間がかかっちゃうわけでしょ次のプレイに。ってことは自分がイメージしたところへピタッとコントロールしなきゃいけない。だからテクニックもすごく重要。それと同時に見てじゃあ何を考えるかって次のプレイをイメージしてなきゃいけないよね。だから、あの、見るっていうことも大事、次のプレイをイメージしておくっていうことも大事、それから それに伴うテクニックがすごく重要。で、それを毎日の練習の中で習慣化させていくと、試合の中でも判断が早くて、え次のプレイ、まあ正確なプレーができるようになっていくと思います。じゃあ、このコロナ禍でできることって何だろうね今の環境でどうなんかないかな なんかあるカマ、うんまあ、学校,学校行,って行く時とか歩いてる時に周り見たり。おーそう伊佐尾コーチもよくやってた自転車乗りながらいつも周り見ながらさそうするとこう首を振る見るで相手のこうなんかすれ違う人の表情を見たりとかいつもキョロ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 してそういうふうに習慣させようと思って普段からやってたよ。 だからそういうね、カズマが言ってくれたみたいに、言ったみたいに、そういうふうに工夫してできることを探してやっていくってことはすごく重要。大事、大事。素晴らしいね。はい、飛ばし、パス。はい、あの、一緒で見ること、見ないと多分いい判断ってできない。じゃあ、いい判断って何って言ったら、さっきのあの s a と一緒なんだけどあの、原理原則じゃないけど、じゃあ、 ボールを持っている状態で一番いい判断って何だろうとかドリブルして相手が2人いるのにそこをドリブルで突破することが今チームの状況に応じて今,今この状況でいい判断なのかどうかっていう原理原則みたいなところかなそれを見ておかないとわからないしでそこに伴う技術もそうだけどで判断ってあのトレーニングですごく鍛えられる部分だと、まあ、技術もそうなんだけど でドバッシー自身も高校の時って全くパスを出さない割と選手の方だったんだけどドイツに行った時にドイツ人にすごい削られてボール持っているとスライディングが来て足音持っていかれるっていうでもこれじゃあもう俺の体的に持たないと思って、えっと、それまでダイレクトでパスをする選手じゃなかったけどダイレクトでパスをする選手になったのはドイツに行って削られたからへ<ー>そうそこでシンプルなパサーに。 変わっっっててて自分が生きていく道を作ったって感じかなドリブラーじゃなかったけどドリブルは好きだったしボールを持ってこうパスをさばいていく選手だったけどドイツに行って削られてこれじゃあ,あのプロの世界に行って生きていけないと思ってでダイレクトツータッチぐらいで判断早くそのためのトレーニングはしたしとにかく何でもそうだけどあの例えばねご飯をメニューが来ました。 勝山もこっちよく一緒にご飯食べるけどあの来ましたって言ったらあのなるべく迷わないこう見てあはいこれみたいなとかちょっとしたとこだけど自分なりになんかそういう判断早くしようみたいなことをあのしてたそれは飛ばしないでやとして、ね、ちょっとやってたなっていう,うんどうですかカズマえやっぱ普段の 意識が大事だ段からね普段の生活の中でやっていることがまたサッカーにつながっていくっていうことがすごく大事なところだから、ね、例えば学校生活でさ掃除をちゃんとやらない人が、ね、自分のポジションの役割きちんとできるかって言ったらできないよね、うんうん、だからやっぱりそういう責任のある行動をとることで そのポジションの役割に対して責任が持てたりとかするから学校生活や家のね例えばお母さんやお父さんのお手伝いであったりとかそういうことをこきちんとやるっていうことはサッカーにも結びついてるし勉強をやるっていうこともそれもまたサッカーにつながっているんでできるできないじゃなくてね勉強が頭がいいとか悪いとかではなくて、うん、それに向かって一生懸命やるっていうことはすごく重要なことだと思います。 どう岡島。オッケー。は、okay? い、うん。お願いします <laughs>、はい。はい。はい。では次は次の質問ひろと。 プロの時に試合で一番意識していたことは何ですか<何>プロの時に一番意識していたことは何ですか,でですかえな、ー、んだろうな意識していたことかうんイサオコーチはね正直ね、プロって って言えるほどのものもではもう全然なかかったからそれこそもうドバッシーの方がキャリアもあの実績も上だしプロは1年しかやってなかったからねただあのその中でや、まあ、意識してたかどうかって言われるとちょっと難しいところはあるんだけどプロ1年目でとにかくもう目の前のことを必死にやろうっていうそれだけ。 でその当時、あのー、マリノスからやってたマリノスでプレーしてた人が甲府に来たりとかしてて本当にこうプロっていうプロを経験してた人といつもペアを組むようにしてた例えばちょっとしたあのパスの交換の練習だとか、ね、ボール回しの練習なんかでもとにかく上手い人上手い人のところに行ってプロってこういうもんだっていうものを肌で自分が 感じたい学びたいいい学びっていうだからなんか新しく入った人と一緒とかじゃなくてとにかく上手い人を見つけてこの人とやったら意識が絶対変わるとか上手くなるっていうなんかそういうことを考えながらなんかあのすごく必死にもがきながら苦しみながらやってたっていうのが伊沢おこっちかな。ドバシはまたねプロとしてのキャリアがすごいし試合のね実績とかキャリアもすごいから。 ねそうい,うまあ、いろんなチームも渡り歩いてるんで、いろんなもっといい話をしてくれると思いますよ、どうぞ。近いものもあるんだけど、向上心かな、負けたくないっていう向上心だけは、あのー、誰にも負けないで、日々の練習やってたし、えー、そこだけは失ってはいけないかなってずっと思って。 ってやってたでプロになったら結局結果でしか評価されない自分がどれだけ努力をしていてもああいつ努力してるよねって言っても結局認めてはくれないんだよねプロとして2年目3年目の契約厳しい話なんだけど仕事がなくななくっちゃうんだよね結果を残さないとだから誰にも負けたくなかったしその向上心を持って毎日のトレーニングそして試合に出たら相手にも勝って味方にも勝って。 結果を残し続けてサッカー選手としてたくさんのお金を稼ぎたいって思って毎日やってたかな。そこが多分一番強かった気がする。うん、なるほど。うん。で、あのバンフォーレの時にコーチに言われた一言、前にも言ったかな。あのチームメイトにブルカっていうルーマニアの代表の選手がバンフォーレに入ってきた時があって、その時ポジションが一緒でボランチだったんだけど、でブルカと ドバッシシが同じポジションで,でブルカはシーズンの途中にバンホールに入ってでその時コーチに言われたのが紅白戦で試合をやったのね、うん、その時にコーチにあのヒロあのブルカ削った方がいいんじゃねえかみたいな <laughs> 同じチームメートだよチームメート厳しい話だけどね <laughs> 削った方がいいんじゃないかみたいなじゃないとお前来年試合出れなくなって今年契約取れなくなっちゃうかもしれないぞそれぐらい厳しくいかないとお前プロとして 戦えないんじゃないかみたいなこと言われてその時に初めてあ負けちゃいけないなとかって思ったしまあもちろん削るとかってとこまでしなかったけどそれぐらい厳しいもんなんだなチームメートにも負けちゃいけないんだなっていうことはすごくこう意識が変わった瞬間でもあったかなへえ<ー>うんどうもひろと聞いてみてえっと結構 部屋を組むときとか、そういうところはそんなに意識しなかったから、知れてよかった <laughs> <laughs> いやさっきッカーチも言ってたけど、ドバッシーもあの、元日本代表の、ね、小倉隆文っていうグランパスの監督やった人がいるんだけど。 小倉貴文がバンフォーレ甲府に来た時に初めて日本代表の肩書きを持った人がバンフォーレに入ってきてくれてその時誰よりも早くあの小倉貴文と一緒に練習やらせてもらったもんね二人一組の練習大変だったけどあの俺のが年下だしでもドバッシュよりはるか高いものを見てきて経験して技術もあってオランダにも行って結果も残してきてあの日本のスターと言われてた人 の一人だったんでだからそういう人にこう学びに行くっていうのはさっき藤コーチが言ったのとあの近いものがあるかなうん、うん、そうやってこう自分が向上心を持って学べるって思ったところにはどう,いう奥に行ってたかなうーんだから一番、ね、気持ちがすごく大事だよっていうことだね負けたくないとか上手くなりたいとか、まあ、それって言われてやるもんじゃないし自然と出るもんだし、ね、それは自分がもうプロになりたいとか試合に出たいとか。 ね、どれだけそれを強く自分で思えるかどうか、でそれに対してあの信じられるかどうかっていうところ、うん、やっぱそういう,そう,いうところのやっぱりハートがやっぱり熱くないと、ね、いくらいい環境があっても俺はダメだと思うし、ね、みんなは5、ね、体満足にサッカーもできて、親がお金出してくれて、ノザーナーで、ね、サッカーができて仲間もいてって。 ねまあ、さっきね「感謝」っていう言葉もあったけど、うん、だからこそこうもっともっと自分の夢に向かって自分の夢を叶えるための努力を本気でしてんのっていう今の練習で今の意識で本当にプロになれるのってちょっとね自分自身ももう一度問いかけてみてあもっとできることないかなとか、ね、そういうふうに考えてやっぱり。 あのう、ー、まくなりたい、仕えてたい、そういう強い気持ちを持って信じてね失敗を恐れずにやってってほしいなっていうふうに思います。<laughs> <laughs> OK ひろと。うん、ありがとうございます。マイド。<laughs> はいじゃあ次ケンタ。 寝てんな、健太。お行方不明になってるぞ。どこだ、どこだ。え、誰勝つ誰え,あえっと、うん、僕はスライディングが武器で、今、その仲間がいなくて練習ができないから、どういうことをすればいいか聞きたいです。スライディングが武器ケンタのはい。で、何,何を レベルアップしたいと思ってるえっと今スライディングでそのマッチェラーノのスライディングをそのい,いつでもできるようにするっていうことをして,してる。う,んうん、うん、いやもうさっき言ったように考えてなんか取り組んでるっていうところが一つあるからあのそれだけでも素晴らしいなと思うけどさっきあの伊沢コーチも言ってたけどね映像をこうやって拾ってくるっていうのもすごく勉強だし。 あとは違う視点今までこう見てたスライディング、健太がこう見て、あの自分の例えば試合の映像を見て、えー、プロの選手のスライディングを見て見比べてみたりとか、あとは違う視点で見て、えー、と例えばだけど、スライディングした後に、えー、起きるスピードがどうなのか、プロの選手と健太のスピード、例えばビデオをこうやって見てね、そういう視点で見たりとか。 スライディングもじゃあ、右足でばっかりスライディングしてるな、自分は。でも、プロの選手って、こういう場面だと左でもスライディングするし、右でもするなとか、なんか視点を変えながら、こうやって見てみるっていうのもいいかもしれない。それが例えばお父さんだったりとか、なんか単純にね、あの友達とかにも見てもらって、映像を見て、どう思うみたいなことを聞いたりとかしても、あの視点とすると面白いかなと。 あれだね自分の武器はさもっともっとやっぱり磨いていかなきゃいけないと思う,もうこれだけはね誰にも負けないぞっていうふうにもっと突き抜けていくってことは一つ大事なことだからもう家の中でバンバンスライディングやりまくっちゃって <laughs> ガンガンお,お父さんお母さんガッつってガンガンテが <laughs> それぐらいやって怪我しちゃうお父さん怪我しちゃうよでもまずね一つは自分がこれが得意って、うん、分かるっていうことはすごく重要 大事だみんなも自分の得意プレーって何っていうのはやっぱり自分で知ってほしいしあの自分でここをあの勝負するところだっていうそこはたくさんど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 ん練習して伸ばしていってほしいなっていうふうに思うところ、うん、でそれと同時にやっぱり苦手な部分もあるはずだからじゃあスライディングだけでは。 やっぱりじゃあプロになっていくために生きてはいけないからじゃあそれと伴って何か必要なものってあるはずなのね。うん。それをまたこの時間に考えてほしいな。例えば過去の映像をのザーナはほら YouTube で載せたりしてるじゃん。ね。そういうのをちょっと見たりとかしてああ自分にあこういうところができたらもっといいな。それはネガティブじゃなくてね。 うん、ここができないからダメだから上手くなる。もちろんそこも大事なんだけど、もっとこういうことができたら、もっと俺はすごい選手になっちゃうよっていう。じゃあケントは今スライディングが得意。じゃあそれに、あスライディングも得意だし好きだけど、パスも好きだなとか、もしかしたらあ、パスがもっとできるようになったらいいなとか、もしくはね、そういうのを持ってると思うのね。うん。で、そういうものを、あ 俺にこれでもっとパスのテクニックが身についたらすげえ選手になっちゃうぞっていう。うん。そういうものをこう考える、時間にして、ね。じゃあそういう映像をいっぱい見て、次の練習でそれをチャレンジして、ね。また、あの、武器をいっぱい増やしててほしいなって。うん。あ、ドリブルできる選手になりたいなとかさ。そしたらスライディングもできる。ドリブルもできるって言ったらさ、健太やばくない もうち中国行ってプロになって1億円プレイヤーになっちゃうよ。うんうんうんって。来る、中国。うん、だからそういうふうに、なんかね、健太だけじゃなくて、自分の武器を知るっていうこと、得意なところ、それから得意じゃないところ、苦手なところ、そういうのを自分で知るっていうことはすごく重要かな。あの前にも多分話をした、したかして、 まあ知ってる人もいるかもしれないけど、あの中田秀俊っていう選手がいて、山梨からね、韮崎高校、それからベルマーレ行って、イタリア行って、日本代表でもずね、ずっと活躍したんだけど、あの、伊佐こちずっとやってて、高校時代ね、一緒にやってて、で、秀があの、ドバちゃんでもプロになれるよって言うの、なんでなんでって言って、いや、ドバちゃんはもうフェイントで目の前の相手をかわせるでしょ。 でも俺はそのフェイントがない。だから違う方法で相手を抜くって言ってた。うん、そのフェイント、シザース。シザースが俺にはできないから、俺は違う方法で抜くんだけど、でもドバちゃんはシザースっていう武器があって目の前の,ょあの局面を打開できるでしょ。だから絶対プロになれるよって言ってたのね。うん、でその当時、あんまりこうピンとこなかったんだけど、やっぱりこう、 自分もプロになってみたりとか指導者になってみて改めてあ自分の武器を生かしていくっていうところでやっぱりプロになっていく近道なんだなっていう武器があるっていうことはそういう夢に近づくプロになっていくっていうそれを伸ばしていくための努力はもちろんしなきゃいけないんだけどだからこそ自分にできること自分が得意なことそれからできないことっていうのを自分が理解をするってことは あのいい選手になっていく上ですごく重要かな。どうや、ケンタ、見て,て、ケンタ、ノーリアクションだけど、どう、ケンタ、ケンタ、どうその前は、その動画見て終わりやったけど、これからはその自分で、その自分の動画と、その選手の動画を見て、比べることをやっ,たやった方がいいってことが分かったことと、うん あと、他にその武器を探してって、ポジティブにいたいっていうことが分かりました。じゃあ、家の中でガンガンやってね、練習。ローカルの始めら廊下の端までピュ、ローカル始めたじゃあ、ラストかな時間的に。はい。じゃあ、トーマ。2>, <laughs> 2人か、2人、ゃ2人な。<laughs> 3人上あんにやがて、トーマ。 ハルト,かトーマじゃないマ寝そうな顔してるけどトーマから行ったらいいんじゃないトーマ寝と、ね、るな。じゃあ、ハルトはい。えっと、いつも朝練やってるんですけど、素晴らしいその朝練で朝は全然起き,ら起きれないんですけど、<laughs> どうしたらいいですか <laughs> ハルト、はい、気合いです。はい <laughs> おもろいいね面白いなあれだよあの <laughs> 長野はさ寒いからさ起きれないよねわかるじゃあさあの 1>, <laughs> 1時間前に暖房つけとこう起きれる確かに <laughs> 寒いとさこう布団中行っててあー寒い起きたくないってなるじゃんだからあったかいと、はい、ねあったかいしさ早く動こうってなるからさ 解決したつけ、嘘 <laughs> つけしないだろ解決してないだろ解決してねえな <laughs> おいそっか何だろうな早く起きるためあのさっきは話したけどあの伊沢公子とドバッシーの小学校はあの早朝練習だったのねで6時から練習なんだけどまあ 自分でもちょっとよくわからないんだけどね、ちゃんとした答えが出せるかどうかわからないけど、あの、伊コーチは、あのね、4月の11日にね、その、まあ、スポ少に入ったの。で、その当時は、あの、2人の兄弟の親は夜働いてたりもしたから、夜遅くて、朝起こせないよって言われたのね。 で石澤コーチは何も誕生日プレゼントも何もいらないから、スポ礁へ入れさせてくれって言って、でも、じゃあ約束として、朝自分で起きていくんだったら、サッカーやってもいいよって親に言われて、で、小学校3年,3年生の4月の11日から6年生卒業するまで1回も起こされて練習に行ったことはない。 なんだろうね。なん <laughs> だろうね。なん <laughs> 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 だろうね、そこはね。なんだと思う。サッカーが。うん。好きっていう気持ち、うん。その通り、分かってんじゃん。<laughs> もうサッカーがしたかったんだよね、きっと。サッカーが好き。好きなの。 だから自分の中で努力したとかっていう感じたこともないしサッカーが好きで面白いからひたすらやってたっていうただただそれだけで自分がやりたくて約束をしたからそれを自分の中で守りたいっていう強い気持ちそれだけで多分あの小学校スポ少時代は一度も起こされずに早朝練習に いけたんだなって今思えばうんでほら三浦知良っていう選手いるでしょみんなも知ってるよね数ズね、うん、で今度あの勝山ダンスっていうのもあるから今度見て <laughs> み,みんな見てね見たことある、うん、勝山ダンス、うん、ゴールしたあ何,何の話や <laughs> 今度見てねで で、<laughs> で、いやいや、入ってこねえな、全然<の>。<生> <laughs> 入ってこない。大丈夫だよな。で、カズが、カズって毎朝ランニングするのね。必ず、自分のコンディションのために。で、雨の日も、雪の日も、絶対やるの。やだよね。雨降ってたりしたら、みんなどう雪とか降ってたらやだよね。でも、カズは、 絶対に雨が降っても、雪が降っても、自分が決めたことは、必ず最後までやるって言って、現役、今も続けてるけど、ずっとやってるんだって。すごくない,すごい、うん、だから、今もこうやって、ね、サッカーが、あの年齢でもできてるんだなって、伊沢コーチは思うんだけど、ね。 が自分が決めたことに対して強い気持ちを持てるかどうかそれはすごく重要だと思いますはいこれで春と朝起きれそうかな頑張ります <laughs> <laughs> いやもう多分ねあのー、みんなはすごくあの恵まれている環境みんなわかんないと思うけどあのー 練習行くのもお父さんお母さんが送迎してくれたりお金も払ってくれてシューズもいつもいいシューズがあっていいボールがあってでさっきサコチが言ってたけど誕生日プレゼントにサッカー部に入りたいって言ってお父さんお母さんとの約束で朝起こされないで自分で行けるんだったらっていう約束を守り抜いたこれって多分プロになる一つのきっかけだと思うんだよねやり抜く約束を守る 今も多分みんなお父さんお母さんと約束したこととかもあの破ってるとかもあるよねででもそういうことを一つずつ積み上げていくそれがさっき言った感謝の気持ちにもつながるしお父さんお母さんとした約束をしっかり自分の中で守っていくそれをやり抜くっていうことがすごく大事かなとう、うん、できない言い訳を探しちゃダメってことね、はい、雪だから雨だから寒いから 疲れたからできないとかさ、ゲームしたいからできないとかみんなそうじゃないお腹いっぱいだから食べれないじゃなくてお腹いっぱいだけどあと一品食べることによってそれがね、紙一枚の薄っぺらかもしれないけどそれを積み上げていったらどうすごい分厚いものになるよね。うん、ということだと思います。どうですか、はい、聞いてみてどう感じた えっと今、なんか、天候が悪いと、もうなんか、全然やる気になれなくて、なれないんですけど、さっきの話聞いて、自分の続けた、自分の決めたことをやり続ける。 って思ったら、なんかその雨の日とかのもうできるかなって思う。だってそれを続けたらさ、自分の夢に近づけるんだよ。やった方が絶対いいよね。私はい、そう思います。うん、だってここに野沢の牛今日何人いるんだ？うん、全部で三十三十人ぐらいですかね。 30人ぐらい30人が全員プロサッカー選手になりたいって思ってたとしても、まあ、30人全員がなれるかもしれないしなれないかもしれないでもじゃあ誰がなれるかって言ったらそうやってやり続けた人間だけがなれるんだよ、うん、それが答えですやるかやらないかやるのはみんなだしドバッシーや伊沢コーチや勝山コーチはそのサポートはするけどでもやるかやらないか プロに本当になりたいと思って行動を起こせるか起こせないかは君たち次第はい。はいまわかったはいうまわかってんの誰はいうま。はいうま。<laughs> ゆまひなはいま。わかってんの <laughs> 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 分わかってねえな。はいうまわかってねえな。 <laughs> 可愛かわいいな,かわいいなんかもうこんなになったこんなになったそうだよやるかやらないかはあなた次第です<笑><笑>みんなにチャンスあるからねそうになるドバッシーが言ってみたり紗尾コーチが言ってみたりね勝山コーチが言うのはもうヒントだけしか言えないからさあとはそこにそこを勝ち取りたいとかいきたいって思うのはみんな一人一人だから やってもいいし、やらなくてもいいし、それも自由。でもやらなかったらどっちの道に進むみんな。はい、ゆま、わかってんのか <laughs> はい、ゆま、見てんのかでもそれを続けたらさ、どっちの道に進めると思うそう考えたら、ね、どっちの道を、どっちの道を進んだらいいかって自然と答えは出るでしょ頑張ってる自分が、 いい道へ進むのか、頑張ってない道はどっちの道へ進むのか、それは多分みんなにも分かるはずだと思うから、ね、そういうのをいつも迷った時に考えて、今ここで頑張ったらいい道に進める。そういうふうにいつもいつも迷ったり逃げそうになったりするでしょ、みんな。俺たちもまだまだね、迷ったりするけど。ね、でも自分が何になりたいかっていうことをこうしっかりと持ってたら、あ 今ここでサボったらだめだなとかごまかしたらだめだなっていう気持ちになって苦しいけど頑張ろうとかそっちの苦しい道へ進もうとかってなるしぜひ、ね、そういうふうな判断ができるあの人間になってもらいたいし選手になってもらいたいなっていうふうに願ってます。はははいいはい、まあはいじゃあ ラストかなこれちょっと大丈夫ですか伊沢こっちと飛ばしはい特別ね特別 <laughs> 当てがれなく、えっと、いろいろ、ね、いやそんなことない<笑><笑>はいお願いしますえっとまあ新しいチームに入ってポジション争いが始まると思うんですけどまあポジション争いで勝つにはどんなことが大切ですか ジション争いで勝つことなんかいろんな要素、あいい俺から。いろんな要素があると思うんだけど、まずはさっき言った負けないっていう気持ち、あのしっかり心を整えて、メンタル面を強く持って、戦うかどうか、うん <laughs> うん、まずそこが一つ大事。で、よくスポーツやる上で、心技体、心とね。 あの技術と体とかってあるけども全てが整っている状態がいい状態とかっていうけどあのさっきの話でまず心メンタルを整えるで俊一郎には俊一郎の自分としてのさっき健太も言ったけどあの武器自分の武器はどこなんだっていうところにしっかり自信を持ってそこに強い意志を持って戦いに行けるかどうか,かそれを持ってやっていればあのポジションはおのずとついてくるし。 取れるんじゃないかなとドバッシュは思ってます。ミサコーチ。うん、そうね。まあ、とにかく、まあ、ポジションを取る、取らないとか、まあもちろんね、えー、そのライバルっていうのは必要だけどあの、さっきも言ったけど、まずは一番の敵って自分だよね。自分自身の心だと思うのね。諦めてしまったりとか、相手がうまいからとか。 ねえー、寒かったからできなかったとかやっぱそうやって負けてしまうことだと思うので、うん、まずは自分自身にやっぱり勝つっていうあの自分を信じて努力できるかどうかっていうところかなあので目の前のやらなければいけないことを100%やるっていうこと例えばみんな練習の中とか食事とか普段の生活学校生活どうですかこれぐらいでいいや っって思って思る人いないなたまーに。場面場面で。どう掃除。これぐらいでいいや。あ、あいつがやってないから、俺もやんない。とかさ。遠征行きました。あいつ、そんなにご飯食ってないし、俺も食わなくていいや。とかさ。どうで、やっぱりこれぐらいでいいやっていう気持ちがあったら、それぐらいでいいやっていう選手にしかならないよ。 ってことは、ポジションも取れないよね。ポジション取る前にレギュラーにもなれないと思うよ。ってことは、目の前のことを一生懸命全力でやるっていうことがすごく重要。うん。できるできないじゃなくて、やる。やるかやらないか。わかるこれできるかなできないかなじゃなくて、やるって決めたらやる。 それを信じて失敗してでも何回も何回も繰り返してやっていく。そうすることでまあ、うん、いろんな壁だったり悩みだったり自然と目の前の大きな壁ってあ知らない間に壁乗り越えてたなっていうふうになってるはず。あ壁乗り越えたって自分で実感する時なんてないでしょ。伊沢コーチも今までないもん悩みとかあったけど知らないうちに悩みがなくなってたり。 苦しんでたことが消えたり、壁が乗り越えられてたりするから、でもそれって目の前のことをとにかく一生懸命に全力で、ただやってただけ。それを毎日毎日一瞬一瞬繰り返していくことによって、積み上がっていって、ね、えー、試合に出れたとか、ポジション取れたとか、そういうところへ繋がっていくと思うので、だからみんなも、あの、これぐらいでいいやとか、 あいつがサボってるから俺もサボっちゃえとか。ね。みんなが走ってて、こうやってほら、走ってるところあるでしょちょっとぐらい、内側を走るか、大外を走るか。ね。二周走ったら、差は出るよね。内側走ってる人と、一メートル外側走ってる人と、差は出るでしょじゃあ、どっちを走るかだよね。あいつごまかして中走ってるよ。 じゃあ、俺も中を走ってしまえ。ではなくて。うん、だから、あのこれぐらいでいいや、ちょっとぐらいとかってそういう気持ちがあったらダメだと思うので、ね、学校生活でも練習でも、ね、もっともっと自分がやらなきゃいけないっていうことを全力で一生懸命やっていったら、自然と、ね、結果っていうのはついてくると思います。はい、どうですか えまあ、意識することはたくさんあるので、まあ、まずは1つか2つはしっかりとできるようにしたいです。はいあ。それ大事だよね。あの全部をやろうとしなくてもいいと思うよ。あの本当に1個ずつ自分ができることから、まずは始めていく、それを継続していくっていうことがすごく重要。はい。うん ど大丈夫はい、ありがとうございました。はい。ドバッシーからありますか <laughs> 大丈夫ですかねはい、じゃあみんなアイス、ちょっと時間なので、これで写真撮って、終わろうか。じゃあみなさん、えっ、ー、と、顔をレンズの前にアップにして、

うわ、来た来た,来たゴエモン出てきたどこに隠れたんだよ、ごえも。30分前ぐらいからいました。いた本当えどこにえどこにいたのシオンはどこにいたのシオン <laughs> い。どこにいたのこれ隠れてたね、シオン、ね。あな<え> <laughs> た怒ってんの

ありがとうございました。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 ありがとうました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうごいた。ありがとうございました。ありがとうございました。あ ありがとうございまましたたねば、まえー、るねれんがねばってるねばってる <laughs> 上の三兄弟 <laughs> あれこれどこすのどこすのああああ鼻じゃない鼻なじゃない押してみて。鼻押してみて。でやけってんる。俺蹴ってる 俺消せるアイウ俺消せるかハイウマ消しますバイバイ